はい、どうも土井パフォーマンスでございます。はい、今日はめちゃくちゃ画期的な商品をご紹介します。こちらでございます。うわー、なんだボルトかよと思った方、ちょっと待ってください。最後まで見てください。最後まで見ていただければ多分へーっていうぐらいには多分なると思いますんで、はい、こちら実はメルセデスの現行 GLE、GLS 用のボルトになります。で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、現行の GLE、GLS、この2車種に関しては、足回りの規格が新しいものになってます。で、それに合わせて、実はこのホイールのボルトも新しいものになってたりします。まあ、新しい規格になってますって結構大げさに言ってるんですけれども、規格が変わるのって実は、この業界だと結構あるあるなんですね。まあ、フルモデルで、こっちの規格からこっちになりましたとか、こっちの規格からこっちになりましたとかっていうのは結構よくある話です。で、世の中にはいろんなメーカー、いろんな車種の車があるんで、まあ、ホイールのボルト、まあ、国産車だとナトですね、もう本当にいろいろあります。で、例えばメルセデスだったら M14 って言ってボルトの太さが 14mm で、例えばラウンドになってて長さがいくつでとか、それが例えばトヨタだったら今度ボルトじゃなくてナットになってて太さがいくつで、あとはカラーがついててとかっていうのがいろいろあります。で、いろいろあるんですけれども、基本的にボルトの太さ、基本的にこのボルトの太さに関して言うと実は2種類しかないです。このボルトの太さが直径 12mm の M12 っていうのと、14mm の M14、 この2種類しかないんですね。で、話は戻るんですけども、 GLE、GLS どっちになったかっていうと、なんと M15 です。で、多分この業界の人この時こう思ったと思います。なんてことをしてくれるんや。で、つまりですね、 M15 なんでボルトの太さが12、14どっちとも合わない、さらに太い 15mm っていうのが使われるようになりました。で、実物がこれになるんですけれども、ちょっと太いのが多分お分かりいただけると思います。で、さらに悪いのがこの 15mm で、なおかつこの首下のところが膨らんでて多分 16mm ぐらいあるんじゃないかなと思います。これによって、まあ、既存のホイールだったりだとか、あとはスペーサーなんかがまるで使えなくなってしまってるんですね。で、例えば今まで使えてた他の車種のホイールに入れようと思っても、そもそもボルトが太いんで入らないとか、あとはスペーサーを入れるのにこのボルトを長いものを使いたいって言っても、その規格に合ったボルトがないっていうことが発生しておりました。つまりですね、 GLE、GLS 足元かっこよくしようと思っても車外のホイールも履けないし、スペーサーも入れられないっていうことなんです。で、登場するのがこちらでございます。 IID から新しくリリースされた M15 のボルトでございます。まあ、地味な見た目なんですけれども、もうすごく画期的な商品だっていうのがお分かりいただけたかと思います。長さは 30mm から 60mm までの5種類、カラーはこちらのポリッシュシルバーとブラックの2種類がご用意されてます。なんでラインナップ豊富なんで、足元のセッティングだったりホイールに合わせてベストなものが見つかると思います。そしてこの M15 のボルトで、現状今 GLE、GLS の2車種でのみ採用されている規格なんですけれども、今後メルセデスの重量級の SUV なんかを中心にだんだんこのボルトに統一されていくんじゃないかっていう話もあります。なんで今必要とされてない方でもこの動画を見ておいていただけると、いつか役に立つ日が来るかもしれないです。はい、というわけで今回は IID から新しくリリースされた M15 のボルトをご紹介させていただきました。 IID からは他にも様々なサイズやフェラーリ用のロングボルトなんかもラインナップされています。ぜひチェックしてみてください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。